リンリンハローパラレルリンリンパラレルのリントです。いやー、また大人の方々に怒られそうなことが起きておりますが、まあ私が決めてねお迎えしたものになるので大丈夫です。はい、ということでね、新しいご家族が増えましたというご報告でございます。まあいろいろね紆余曲折あって、増えた感じになります。詳しくはちょっとあんまり説明しません。はい、ということでね、レオパとセイブシシバナヘビでございます。かわいい。でこっちがね、マックスノートレンパーのメスの子になります。うちに今マックスノーのヘテロトレンパーが入っております。ロペというね、レオパパオスがいるんですけれども、その頃のお嫁さんが欲しいなとずっと思っていて、そこで余計伏せざってお迎えになった子になります。名前はまだありません。ロペとペアになる名前を何かつけてあげようかなと思います。そして以前からねヘビは買ってみたいと思ってはいたんですけれども、買うなら可愛い子欲しいなってずっと思っていて、それでお迎えしたのがこの子です。セイブシシバナヘビのノーマルの子、ヘテロでアルビノが入っているようです。もしね今後繁殖とかしてみたいなと思ったら、まあこれに男の子をねアルビノを持った子とかをね掛け合わせるとすごい可愛い子が生まれるんじゃないかなと思っております。この子も名前はありません。はい、というだけの報告になります。また家族が増えましたが、私の負担というのはねあんまりないので、基本的にこの子たちもいつも通り幸せに過ごしていただこうと思います。はい、以上となります。以上リントでした。よかったらこれからねこの子たちの動画も上がるのでチャンネル登録高評価、そしてツイッターのフォローなどよろしくお願いいたします。ということでリントでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上リントでした。バイバーイ。